フランスの代表的な食用ガエル、ヨーロッパトノサマガエルラナキロリットルエスキューレンタ食用ガエルとは、食用とされる様々なカエルの総称。主に筋肉の発達した足の部分が利用される。フランス語では、グルヌイルという。フランス料理における調理例フランス料理などの食材に使われるカエルは、ヨーロッパ原産のヨーロッパトノサマガエルラナキロリットルエスキューレンタである。 オスの体長は 6cm から 11cm で、メスは 5cm から 9cm である。このカエルは、ヨーロッパ小型ガエル、ラナレソーニーと、笑いガエル、ラナリジブンダの主観雑種である。表記にこの二つの種の原種の生息域が分断され、それ以後別に進化を遂げたが、交配できなくなるほどには分化しなかった。そのため、両種が生息している地域には、 ヨーロッパトノサマガエルも、また生息している。しかしヨーロッパトノサマガエル同士の交配では、肺が正常に発生しないので、ヨーロッパトノサマガエルのメスは、元となった種と交配して、子孫を残す。なお、ヨーロッパトノサマガエルという和名だが、日本のトノサマガエルと取り立てて禁煙なわけではない。牛ガエル、日本では、食用ガエルといえば、牛ガエルを指すことが多い。 1918年に東京帝国大学の渡瀬翔三郎教授の手によってアメリカ合衆国から食用として輸入され、その後国の指導により各地で養殖されるようになったが、日本ではカエルを食用とする習慣はさほど広まらなかった。全長は10から20センチメートルと大型。オスの鳴き声は牛の声に似て低く大きく遠くまで響き渡る。 繁殖期は6から8月。湖、池、沼、水田、河川の水の流れの弱いところなど水面が広く水の、よどんだところに住み、ザリガニ、昆虫、魚などを食べる。前述の養殖されていたものが逃げ出し野生化して、現在では日本各地で見ることができる。ちなみに、アメリカザリガニは、牛ガエルの養殖用の食料として輸入されたが、これも、 ウシガエルと同じく養殖されていたものが逃げ出し野生化して日本各地に分布を広げている。1980年代に韓国が食用として日本からウシガエルを導入したが逃げ出したウシガエルが野生化して国内に大量発生し韓国の生態系を脅かす問題となっている。中国からインドネシアにかけての地域ではトラフガエルラマチゲリナ 沼ガエル、ラナ・リムナ・カリスなどが食用に利用されている。トラフガエルは乱獲によって資源が減少した地域もあり、1985年にワシントン条約付属諸通類に掲載された。また、中国では国家二級保護動物に指定されている。中国南部、タイなどでは養殖も盛んである。他の食材と同じく、カエルも需要に応じて、 国際小取引が行われている。例えば、フランスでは、ヨーロッパとのサマガエルの減少に伴い、その代用として牛ガエル、トラフガエル、インドクサクイガエルなどを輸入している。1970年代、1980年代には、推計で年間約6000万匹のカエルがフランスに輸入されたという。南米牛ガエル、指長ガエルかに分類される。 南米牛ガエルが食用とされる。味は鶏肉に近いようで、マウンテンチキンの別名がある。日本初期によると、吉野のクズの人々はガマガエルを似たものを、モウミツルと呼んで食べていたという。この、モウミツルが非常に美味しかったことから、関西では、もみないという言葉を、まずい美味しくないという意味で使うようになった。現代では、ガマガエルは、 ヒキガエルの別名として用いられるが、ヤマト本像には、ガマガエルとヒキガエルが別項目で載っていることから、他の種類のカエルであると考えられている。沖縄では、昔からナミエガエルリムナーネクッツナミを食用にする習慣があったが、現在は天然記念物に指定されているので、食用にはされていない。ありがとうございます。